マジでいつ食ってもうまいね。本当に。おはようございます。よく眠れましたか？今日の朝ごはんはももかがやってくれます。ありがとう。卵焼き。カオマンガイもどき。朝昼ごはん完成しました。カオマンガイ風卵のせと大好きなパプリカです。いただきます。はい、うん、のんびりドラマ鑑賞中。昨日は水、今日は停電。今日もジャンドロが遊びに来てくれるので日本のカレーを作ります。ももか気象、野菜の皮むき担当。暗くなる前に急いでやってくれてます。ありがとう。野菜を切り終えたので本格的にカレー作り始めます。なんと電気がないのはうちの部屋だけだったようです。急いでホストに連絡しました。電気戻ってきました。ケニアではお金を払った分だけ電気が使えるみたいで、そのお金を使い切ってたみたいでした。先払いってことね。先払いってことです。また突然筋トレを始めました。ベルギーの 16% のビールに挑戦します。うん、あービールじゃないね。へ、何これ。なんかお酒、ウォッカ。あービールじゃないね、うん、まあビールの味しないね。あなんかクレイジーになりたい人はこれでいいと思うけど、ビールではないわこれは。カレー作りました。ゆで卵のせいただきます。うん、マジで作ってもうまいね。本当に天才だ。もうこれずっと食ってたらうまみんなでのぶしのグルメ鑑賞中。ザンドロ先生帰りました。おやすみ。今日も一日お疲れ様でした。それではおやすみなさい。